できない、足あれはな、あ足ができない、そう足ができない、手と足が一緒にできない、どっちかならうんできるんだけど、うんうんできる、できるのに足を付け足すとできないから、歌ったらもっとできないやばい。でもね、そうあの動きは分かってるから、そうできなくはないの、できなくはないけど、あの動きが変わってできなくなっちゃったから、頑張ります。あとででとりあえず立ち位置やろうかな、せっかくレッスン上いるし、もう一旦足は置いといて、もうだから努力の結晶、前髪がオイリーめっちゃオイリー、はいあらマチンガーさん、タワーありがたわ、ありがとうございますありがとうございます、クマちゃんありがとうございます顔真っ赤ではないよ、真っ赤ではない、多分照明オレンジだから、なんでそんなに動くあれではない、なんかなんだろう、オープニングじゃなくて中盤だから、めっちゃ動くってわけじゃないから、多分照明だと思う。上下どっちに座った方がいい、ちょっとまだ私も立ち位置立ってないから分かんないです、分かったらお伝えします。でも割とほっぺ赤い気がする、いや赤くないよ、ほらわかるこれそんな赤くない、え伝わって、ほらほら見える見える、ほら赤くないから、ほらほら チークも塗ってない、熱中症気をつけてね、大丈夫、めっちゃ水飲んでるさっきから、こっちがさ、戻ったやだもう見ないで、のんちゃんの部屋くらい闇散らかしてる、何が心が、劇場2に当たらない時期になってきたよ、だってじゃあ5月は運を貯めてくださいぜひ貯めてください、来てほしいけどね僕と行ってきます、いってらっしゃい、みんながホテホテ言ってるから、のんちゃんは赤ちゃんじゃないよ、ホテちゃんも赤ちゃんじゃないよ、来年で成人だよ、来年じゃない今年か、私は来年の1月で早生まれだから17、赤ちゃんじゃない誰も、そういうことじゃないんだよって、ね、知ってる、誰ポジやんの、え誰だと思う、言わないけど当たってても外れてても読まない、面白くなくない、だって初日は、何のアンダー任せて、だってでもさ最近あれなんだよ、私のアンダーただれんできないっしょ、
そう、あのね、振りがところどころね、多分私のじゃないの覚えてるなってところがあるんだよ。何だったか忘れちゃったけど、そう、ダメだよ。多分年を重ねたら固定されるよ、だって。あ、これなんか顔つき大人っぽくなったって、違うと思う、初期に戻っただけ。え、だってね、あの本当に最初と変わらない、なんかあの初期配信のコンタクトつけてる状態のすっぴん配信だと思ってもらえたら想像しやすいと思う。まあ確かにね、そう、痩せたりはしてたからね、ここら辺はすっきりしたりはしてるけど、どちらかといえば初期に戻っただけ、パッと見。いい加減コンタクトケース買いたい。なんか絶対もう買えなきゃなのにさ、毎回薬局寄るの忘れちゃう。あ、美女がね、今日はめちゃくちゃ子供っぽく見え、そうね、子供ですから。最近ペットボトルの飲み方を改善はしてないけどってやるようにした。ちょっと今音鳴っちゃった。なんかめっちゃ上に上げるのが嫌で、なら押してやろうみたいな、あの自転車のさ、ボトルのやつあるじゃん、ギュッて押さなきゃ出ないの、なんかあれの気持ちで押しちゃってる。あそこまで強く押してないけど、そしたらだってへこんでさ、ここが出てくるわけじゃん、多少だから押してる。だたまにブリブリブリって。今日薬局夜を覚えてたら行く。いや初期の頃のすっぴん配信とあのちゃんだいぶ変わったよって、そりゃ2歳としてますから、2歳。あ、やだ、ハゲてるの見られちゃう。なんかめっちゃね、ボロボロ今。まあそりゃそうだよね、夜更かししてるから爪も伸びるし、月日が経ってるし、そう、おぼろぼろ。こんにちは、インドネシアから来ました。こんにちは、日本から来ました。滝山のぞみです。埼玉県出身です。どうも。顔が小さい、ありがとうございます。失敗して顔にかかりそう、さっき鼻に生えそうなんです。でも最後はあげないと飲めないよね、だからもう最後は最後だけ、これは。誰がハゲだ、言ってないわ。言った、私そんなこと。え、なんかみんな反応してる。え、何何何、私なんか言った。え、待って、記憶がない。え、私なんか言った、記憶がないんだけど。ハゲなんて言ってない。え、言った、ふまじ記憶ないんだけど。ハゲって言った、ヒント爪、あ、そういうこと。もうみんな自意識過剰だな、そんなハゲたいの。私は爪の話をしたの、わかる、爪だから、爪。無意識に誰かを励ましてる、だって。そう、ほら見て、これここが一番ひどい、あの人差し指です。あとここもひどいですね、ごめんなさい、中指です、立ててないです。見える、これこれ。
まあもうすぐ落とします。ハゲてる、そうハゲてんの。こっちはハゲてない。なんでそんなニコニコ見せるの？だってなんか自分が言う前に、あのんちゃんね、なんだっけ、まあ、ネイルっていうかマニキュアだけど、そうのんちゃんネイルハゲてるって言われるのが嫌だから、じゃあ先に言ってやろうみたいな。そう言われ先に言われたくない。そう私が先に言ったら、もう私が言ったから、じゃあそりゃみんな言うよねっていう、そうなんだろう、許せるわけ。でもなんかなんだろう、あるじゃん、なんかコンプレックスの中でもさ、自分でもいじるから別になんか人に言わ、なんか笑われても別にねみたいな、そうところもあれば、ガチで触れられたくないところもあるわけじゃん。そうだから私は自分でこれをネタにする。握手会励ましてね、だって励ましとくね。じゃあ来てください握手会。どうも、私何分から始めたんだ、あんま記憶ないや。もう立ち位置はいけんのかな、いや分かんない、どうなんでしょうね。ドンキつくのでまたね、だって、え？見てかないの？さっきのコメントを見た上で見てかないの？髪が激しく散らかってます。うん？今日はマグロデーだよ、だって。そうなの？お刺身？まあ焼いてもいいか。どうでもいいことをして、なんかね、なんだろう、別にね魚も嫌いじゃないんだけどさ、出てきたら、あ今日は魚かってなるの。でも最近魚以外でって言い過ぎて、お肉を見た時に嬉しいんだけど、お肉かってなる、なんか同じテンションになってきた。人間ってわがままだね。あそうだからね、そうあのあれなの、あのケータリングでお寿司来てた時に「島味」って、そう島味があったから、あやばいと思って、頭の中でお魚天国流れた、何のあと島味だっけみたいな、そう。わがままでいいよ、だって。じゃあもう嫌われるぐらいわがまま言っちゃう、なんか0か100かみたいな、0か100 1か100みたいな。俺らはわがままなの大好きよ、だって。水取って、じゃああの初日に入る人、私の立ち位置カンペ書いといてって。あのセリーまで書いといてください。自分でやるけど、だってそれ出てからじゃ絶対間に合わないもん。それはわがままのんじゃなくてだだっこのんだって、間違えちゃった。普段から言ってそうか、あの兄に急無茶ぶりでなんか面白いことして、だからそう。わがまま言って怒られるのはのんちゃんだから、だって言うよね、そういう人。もうどっちよ、わがまま言っていいよっていう人もいれば、わがまま言って怒る人も。世の中って難しいね。そうだからね、あれなんです、限度
っていうかね、そうがあるわけですよ。難しいよね。ホテちゃんもいっぱいなんだよな。そう、喋り疲れた。うん、私は別にね、喋り疲れるなんてことはほとんどないです。ただ後でこれやんなきゃな、あれやんなきゃなってなった時にちょっとおうってなる。テープつけた。何の曲が一番難しい？わかんない。なんかね、ほぼやったことないから、なんかねっていう。全部夢見はどこなの？レッスン場。ビンゴは別にいけるっしょ。わかんないけど。前髪にこだわりはありますか？へえ、ない、ないけど、巻きすぎない。なんかめっちゃ巻くとね、あんま似合わないから、そんなに巻かない。ここ。ビバハリ最高だって。さっきまでめっちゃ苦戦してた。うおーって。のんちゃんの辞書にも集中力って言葉はあるのかな。失礼ね、あるわよ。あるわよ。でも見回りはね、できれば楽しいと思うよ。そう、髪型は編みたらしっていうやつ、まあ、なんか編み込みして、それかあの研究生の劇場バージョンでやってた編み込みで巻くのが多いですね。ワンちゃんにセクシー系はまだまだまだかな。だってフェイントやってるし。ちなみにこの椅子で誰恋の時は、あの一人で遊んでた、この部屋で、あの一人アトラクション、なんか文化祭でさ、予算が多めの場所はなんか木とかいろいろ使ってさ、メリーゴーランドみたいな、人力で上げたり下げたりみたいな感じで作ってるじゃん。もうあれの気持ちで自分でめっちゃ高速で進んだり止めたりしてた。中田師匠を支持しているだって。
それ動画撮って嫌だよ一人で。やだやだ。にあげたらバズるよ、だって。やだ。千年パズル、ちょっと今千年パズルどころじゃなくて公演があるんです。待ってください。本当に今千年パズル作ってる場合じゃない。本当にただ休憩で今配信してるだけだから、そう、千年パズルじゃないの今、ごめんね。またやるとき言うね。千年パズルは何割完成した？私がやったときはほぼもう1割も完成してない。1割はそう、うん、1、2割やって、2割もいってない、1.5 もいってない。1いってんのかな。1割ってどんぐらいだ。なんだろう、3、4パーツ、3、4はもうちょい入った、5、6パーツぐらいできたんだけど、内側からやんないとダメで、あれ、そうだから、あ、できないなって思って、めっちゃ深夜の3時とかにカシャカシャやってたら、そう、お父さんが来て、お父さんがやってた、そうで、どうせ心折れるだろうなと思って、そう、なんかほっといてたらなんかネットにそのあるんですよ。だから、そう、あれ見てなんか勝手にできてた。そう、だからもう一回完成しちゃってんだけど、まあ、許可を取ってね、私ができた場所までバラしてからまたやります。ただなんか見てもむずいらしい。カンニングやん。でもカンニングしてもむずかったらしいよ。なんかスライドしたりしなきゃらしい。回したり。そうだから、私が見ないで頑張ろうとしてたけど、ほぼ不可能らしい、あれは。そう、本当に8年かかっちゃうらしくて。まあでもね、また今度やるので、ちょっとバラして、待っててください。ちゃんと自分で完成させます。ふぅ、あとはじめしゃちょーの動画見たんだけど、自力でやったのあった。だってはじめしゃちょーって頭いいんでしょ。わかんないけど、なんかそう、いいって言わない。あとやっぱなんだろう、企画力とかあるから、人よりも結構あれなんじゃない、頭とか想像力あるから、こうすればできるのかなっていう思考回路のあれ、バリエーションが多そう。早く握手会でつけたいね。絶対つけらんない。だってさ、持ってきてる時に壊れたらどうする。無理。のんちゃんは B4 だからできない。でもだからできるだけ頑張ったけど、内側からって言われたらちょっと、だってなんか分かんないんだもん。うち、なんか外側は分かるんだよ。だってなんか思いっきりこれここだなみたいな形してんだもん。そう、でも内側ってなるとね、難しいんです。
別の人格が出てま、千年パズルつけてないのに闇のんちゃんが出てきちゃう。握手会で壊れたらバイがパーツ拾うからだって。最近レイン来てくれないのに来てくれないのに。今日おやつ食べた？食べてない。あれは、リは割と前々から見ている闇のんちゃん。そう、闇のショールーム、闇のショールーム始まっちゃう。運命の罰ゲームって闇の扉が開かれたそう、でもね、私毎回思う、私絶対主人公に自分がなろうと、あんなに何百話もゲームで勝てないだって遊戯が負けたのって私が見た中でもまだそんなないから、おおってそう、なんかすごいよね。主人公補正とはいえさ、なんだろう、だからなんか主人公だから全部勝たせんのかなって思ったらそういうわけでもないから、でしかなんか負け方がね無駄にかっこいいから闇のゲームでなかったよあれは。あのね、そう、しょうがないんだよ、相手が来さなかったそう、会話のやつ夜の写真ってね初見です、ありがとうございます。もう戻んのか、あとちょっとで。千年パズル以外持ってるの？千年リング売ってた、そう、それあれ来たなと思ってね、困ったもんだ。遊戯王世代の俺にとって遊戯王の話はテンション上がるって、初代遊戯王みたいにあんな狙いのカード引けたら。そう、私アプリでやってた、こっちに移行してないけどまだ。そう、あれよね、なんだ、来てくんないかなって思いながら引くけど、あの来てほしい時に来てくれたカードはまだ今んとこない。あ、今来るかみたいなそう、デュエルリンクス、汚いとか卑怯とかは敗者の虚言よだって。私は会話と戦ってないから。ちょっとたわごとでした。もういいわ。いいの、もう私は。このまま生きる、もういいです。絶対読めないって分かってて買い出しちゃう視聴者に用意にかからせる畠山、私だいぶ困ったよ、だいぶ困ってやっと3曲あっさーって感じだけど、自信違う、私が揺らしてる。
局寝なきゃ間に合う、もうやったんだって、やったの。そうお昼過ぎか、お、いやお昼過ぎじゃない、お昼前ぐらいからやったの。やってさっきやっと終わったから、あの振り起こしはだから、あの今休憩してんの。そう次立ち位置です。で立ち位置上の得意な方のはずなんですけどねーっていう。三半規管のライフはゼロよ、だってゼロにしちゃった。今どれぐらいの時間やったの？30分やった。今俺船に乗ってるんだっけ、だってってください。だって頑張る、頑張るけど、頑張るけど、頑張るけど、言わからやめて、だって言わせに行ってるから。だってのあのね、一個でもできないと私本当は進みたくないの、進みたくないのになんかできない、うん、え、そう、なんかできるまで、できないならできるまでやるよ精神で何回もやった、何回もやったし、もう何回も遅くしたりしていろいろ試した、でもできない、なんでっていう、だってねっていう、もう自分がやった側が最初簡単だったからか。詰められてるんじゃない、やり方を変えてもいいんちゃう、それ一人で振り違う振り違くなっちゃうね。踊りながらできなくて泣いた、え、泣いたことないです。そう言われる、あ、嘘、それは嘘だけど泣かないです。もう最近泣いてないよ、そういう、何、踊れないではないってね。牛いた、だって通り過ぎた誰かに聞いたりしてないの、だって。いや聞いたりはしてるよ、してるけど全部が全部ってわけにもいかないじゃんね。そう先輩に聞こう、合わないんです全然。最近泣いてないような説得力どこ行った、だって振り入れでは泣いてない、振り入れ、振り確認とか。で最近の私の涙はあくびして涙が出るか、なんかめっちゃ外が外が眩しく感じて、あの何うおってなるかそうだから最近帽子かぶってる。ゆっくり練習するのが一番。そうね、期間が泣き虫さんですか。え、昔は泣き虫だなって思ってたけど、最近、最近っていうかだいぶ前から別に思わない、そんな泣いてないからあのブチ切れた時ぐらいですね、私が泣くの一番何記憶にあるのは、なんか悲しくて泣いたとか、なんかまあもちろんそういうのも16年生きてあるけど、
なんかね、あれなの、私って切れながら泣くの。そう。だからなんだろう、喧嘩とかじゃなくてもボーンって来た時、なんかね、そう、一番なんかどういう心境で聞いたらいいかわからない、無事言うことで。彼女は綺麗だった、泣くほどではなく、泣くほどではないよ、樋口が切なくて泣いたりなんか泣いてはない、泣いてないけど、あー樋口さんとはずっと一人で言ってた。え、だって先に見つけたの、先に見つけ、いや、まあ、なんだろう、年月に的に言ったら宗介が先だけどさ、ごめんね知らない人。でもさ、あのもじゃもじゃ髪の状態でさ、ずっと可愛がってたのは樋口さんなのに、最初からなのに取られたと思って、そう、私は樋口さんを応援してたのに。そう、どうしてだ、悔しい。あれはちょっとあの私的なハッピーエンド作りたいですね、私が監督します。だから1話しかない、嘘、2、3話かな、2、3話であの方向をチェンジしたい。アンダーテイカーの話をしに来ました、いいよね。いろんな話しました。ちょっと待って、むせた。世の中思いだけ。そうだよな、樋口さんあるよな、だって何の話だろう、分かってて言ってんのかと思った。そう、原石の頃から応援してたのに、そう、そうだよ、もじゃもじゃでも最初から愛の魅力に気づいてたのに、ジャクソンって言って、なのに取られた、取られた、あーと思って、そう、行くないよって言ってた時さ、お願い本当に行かないで、本当に動かないでって思った。いやもうさ、何、話的にさ行っちゃうのは分かってて、分かってたけどダメって思って、もう見守っちゃった、親心って感じ。え、そうだよね、そうだと思わない、絶対樋口さんの方が良かったよ。熱弁できる、本当に、だって見た目で判断しないってことじゃ、まず垢抜け前からそうやって可愛がってくれてたんだから、そうで、しかもろくに関わったことがないのに優しくしてくれるって、もうそれはいい人じゃん、いい人、まあ、なんだろう、周りに優しくできるっていう、もう最初から初対面の状態でも、なんだろう、接しやすい人だなっていう、もう好印象でしかないわけ。もうアンダーテイカー、また結婚、でもあのアンダーテイカー闇が、だって黒羊に光を求めてはダメだよ。興奮しないで、興奮はしてない、早口、展開分かってても反応しちゃうかやって、脳は純愛派なの、え、分かんない、純愛と何があるの。そう、宗介はその名前、その名前が気に入らないってなんだよみたいな、そう、はぁって感じじゃん、その最初の発言だけを切り取っていったら、終始優しい人か、なんか最初ボロクソに言ってたのに後半はなんか優しくする人、どっちがいい？ドラマの方、ドラマの方、学校、うん？あ、そう、学校のやつも見てますよ。そう、私がもう語りまくったらみんなが黙っちゃった、ついてけなかったみたい。そうだから、みんな昨日見てって言ったじゃん、強制で。17期を、でもね、
あの遊戯王じゃないんだけど、そう、私が好きなそのモノマネしてる人、遊戯王なをここねちゃんに見せたの。でもここねちゃんと笑いのツボがちょっと私は違うから、遊戯王の元ネタ感が強いやつじゃなくて、もう本当にネタでしかやってないやつを見せたの。そう、大爆笑ではなかったけど、なんだろう、まあなんだろう、無駄な時間ではなかったでしょって言ったら、うんって言われた。なんだろう、面白かった。そう、私はなんかしょうもないやつとか、なんだろうが好きなの。なんか TikTok で流れてくるような小学生中学生がなんか伝説を残してしまったり、そう、例えばなんだろう、すあのチャンチャンチャンって鳴らすやつあるじゃん、鈴、なんか鈴みたいな、こうやってこれを前の子の頭にぶつけて、めっちゃ痛そうな顔してて、なのにちゃんと自分の番来たら鳴らす子とか、あと大太鼓を元気よく鳴らそうとしたら、あの叩くところ、白いところあるじゃん、バチの、あれがポーンって飛んでっちゃって、もうああいうのが大好きなのそう、ああいうのが私は大好きなんですけど、そうで、遊戯王のそのね、もの真似してる方は結構、なんだろう、真似してるから、そう、真似してるから、あ、めっちゃ似てる、面白いなとかなわけ。そうだから、ここねちゃんは元ネタをまだ知らないから、じゃあ、あのもう完全に、あの服装とかは遊戯王だけど、あの走ってるやつがあるのね、なんか三輪車とか二輪車とかで、一輪車は一輪じゃない、二輪で、そう、なんかリレーしてるやつがあって、そう、それを見せたキケネさん笑うよ、全然ハンドベルだって。あ、そう、ハンドベル、そう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 、それね。そう、元ネタ知らないから、さすがにはあの面白いかわからないから、そうめっちゃ一気にボーって話しちゃった。そう、あるんです。普通に話してる。もう30分からやろう1時間延長、1時間までやろう。ふう、ほら、またコメ欄があれだ、またむせなくてよかったよ。だってわかんない、ちょっと今むせそう好きなこと喋るときに早口なの、オタクの鏡だねって、一気にバーって話しちゃう。そうなんです。そうねえ、サボる理由ができたとか言われた。明日も頑張るもん私話し会はどんな感じ、こんな感じ、私こんな感じです。そう、なんかこの前の握手会の時に、なんか初めましてなのにめっちゃ撮ってくれてる人がいて、そう、誰推しなんだろうと思って、誰推しなんですかって聞いたら、なんか誰でもないって言われて、そう、その後なんか、そう、ゆきたんも知ってる話だったから、そう、ゆきたんに聞いたら、えみたいな反応してたけど、そう、誰推しだったんだろうそう、なんかね、なんかめっちゃ撮ってくれてたんですよ。なのに、なんだろう、まだ話せんじゃねえレベルで、しかも初めましてなの、初めましてでめっちゃ話せて私ってこんな初対面で話せたんだレベルで話せて、なんか面白かった。東演版の遊戯王の主演歌、この間生で聞いてよ。え、乾いた叫び、知ってるよえー、待って、マジモン、本物やば。私も多分それ聞いたらテンション上がっちゃう。知ってるよ、
なんだろう、懐かしさっていうよりもなんか昔を感じるっていう意味で画質とかね、そう懐かしって思っちゃう。自分推しだと思ったら違ったことある？あったかな、あんまない、あんま記憶にないからないんだと思う。あんまりないです。ただなんだろう、自分推しじゃないと思ったらあのなんだろう、私推しだったって時の方が多いかもしれない。なんちゃんしっかりお話できる子ってもぎさんが言ってたよ。え、いつ？いつ言ってたの？めっちゃ食いつく。いつ言ってたの？会いたいな。本物動画撮ったよ、だって。いいの？うらやま。しかも動画撮ってよかったんだ。めっちゃいいじゃん。5月5日もメーカー前マスだって。おお、めっちゃ当てたね、すごい。こんばんは。あれ、コッコにのんちゃん推しだと思われてたよ。え、そうなの？ちゃんと訂正したの？あ、待って、私充電しとく予定だったのにめっちゃ充電した。待って待って今聞待って消しちゃった一回。 めっちゃあ、びっくりした。もう一回後で充電しながらやろう。あんま良くないけど。あ、でもダメだ、イヤホンしな。あ、嘘、できるわ。私あのワイヤレスをお母さんからもらったから充電しながら使えるわ。買った去年のショールームかな、 あれかな。みぎさんと連絡取れる？うん、取れる。ただ何話したらいいか分かんないから最近話せてない。また道端で拾った花届けに行きます。だって待ってます。え、そう、なんかね、みんなご飯って言うけど、じゃあご飯どこ行くってなるじゃん。ご飯でも私はご飯を知らないから、美味しいところとかここ気になりますとかなんかそういうのがないから、そう、まずあの場所決めから始まるわけじゃん。ご飯もうここに行きたいなら例えば原宿とかさ、そうあるわけじゃん。ただ私は何もわからないから、そうってなっちゃうんです。そうだから行けてないけど、前は中尾って言った。でこの前ホテちゃんと中尾デビューしてきた。この前って言っても一昨日か、中尾デビューした。ユイリーさん経由しなくても連絡できるの私。めっちゃマウント取る、持ってるんです。すまじ、アンドロイドでよかったって思った瞬間だったよね。そう、アンドロイドはエアドロができないんです。エアドロができないおかげでキャーってそう、ただもうあのエアドロできるからさ、やり方わからないってなってもさ教えてもらえるわけじゃん。そうだから、そういう意味ではちょっとあれですね。AKB ってアンドロイド何？え、わかんない、何人なんだろう。同期のしか把握してない。さすが畑マウントのぞみだって。流しといて。え、でもね、マネージャーさんを経由してもよかったわけ。
ちょっとマネージャーさんの仕事が増えちゃうけどね。そうでもそうじゃ交換しようって言ってくれたのがもう私は嬉しくて嬉しくてもうその日スキップしながら帰っちゃうレベルで嬉しかったよね。ただちょっとさすがにスキップはしないけどゆいちとのマウント MC、 あとなんかあのナステの一番ナステのなんかすれ違う時に毎回そうゆいちとソララポジの人となんか一回じゃれてから2番に行くんですけど、なんかね身長マウントを最近やめまして、なんか今の心境じゃないけどなんか言ってくるんですおもろい。なんちゃんスキップできる、できるできる、舐めないでもらってできますから任しといて。え、それこそ聞いたらいいじゃん。でもね、私が卒業して何ヶ月経った時にどのぐらい覚えてるかって考えた時にちょっとわからないなって思ったから何も聞いてないまだ身長伸びてるの？わかんないです。僕体紙ですか霜ですか、まだ立ち位置入ってないのでわかったらお伝えします。後でやるつもりなんで。この後真面目な話はしてないなんかクマ移動した気のせい移動した気がする。なんかさっきもうちょいここら辺にいた、私のところだと。スピン可愛すぎんだって。嬉しい、ありがとうございます。どうもどうもはい、画面動かしたから。え、違う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 、こうやってやったからじゃない。だって私ここにいなかったでしょ、ここにいたの。分かんない、一回さっき止めちゃったからかな。やっと覚えてもらった新規です。だって初見って出てるやん、めっちゃ配信どれぐらい連絡、どれぐらいなんでしょうね、わからない熊だって同じところ座ってたら。そうだよね、そうだ、じゃあ次ここかゆきたん全部自分でアポ取ってんの、すごい。え、私なんか行こうねってなってもさ、結局なんか日程決まらずあれなんだよね、後回しにしてなんかお蔵入りになりがちなんですよね。なんかそういう約束をしたい時に限ってなんか詰め込んじゃう、何かしらを。覚えてもらいたいわ、いっぱいコメントしてばんなんですよね。ゆきたんのコミュニケーション尊敬する、確かに。私も先輩だったら田口さんといったくらいかな、うん、なんかね美味しかった、めっちゃ。ただめっちゃ量多くて、そうもうめっちゃお腹いっぱいになっためっちゃめっちゃ使う人なってる、めっちゃ二段活用。のんちゃんすぐ覚える系女子、何を、名前、まなかちゃんおごってくれた、そうなんです、おごっていただいちゃって、私が行きたいですって言ったのに、そうなんか出そうとしたらこうやってカードをそう奢ってもらっちゃって、そう だからね、なんかどうしようみたいな。だからいつかお返しできるぐらいの人になれたらいいんですけど、
どうなんですかね。なんちゃん小食なの？え、何情報？小食じゃない、日による。最近見たなかったで面白かった動画教えてください。オネストマンですよね。あ、大阪の見ましたよ。うーん、でも私はオネストマン派かな。私にはおごってくれなかったの。なんちゃんは18期19期におごってあげればいいのよ。おう、どうしよう。チキンタツタ食べた？食べてない。先輩におごってもらったら後輩におごってあげる。そう、私もその思考ではいるけど、じゃあ誰におごるっていうのと、なんかまだいいかなって。まだ年齢で言ったら正しい。って思ってる。ノンの財布はいつも軽いんだもんね。そう、財布、財布、あの小銭じゃなくて札が入ってるから軽い。ゆいちは食費すごそう。よく食べるから本当に。でこの前ラーメン食べながらお寿司食べてクレープ食べてたよ。そう、目の前で見てたけどさすがだなって思いながら見てた。ゆいちゃんチーズ牛丼食べさせてからだって。それでも太らないのはなぜだろう。動いてるから。ゆいちめっちゃ動くから、ダンスで。ね、でも私とソララのミッションがあるから、そう、もうご飯行こうねってずっと岡田同盟で頑張って作戦を立ててるんです。もう絶対にいつか言ってやるの気持ちで、頑張って、そう、もうすぐ行けるかもしれないみたいな感じで二人で、そう、頑張ろうって話してる。あ、本当にね、おごってもらったりしなくていいの。もうなんなら私たちが払いますみたいな。来てくださってありがとうございますだから、そうね。あれなんですけど、いけない。そう、ご飯行こうねって言ってくれたから、そう、予定を立てればきっと行けるはずなんですけど、そう、グループラインもあるし。やっぱり同盟を組んでる相手がいるとそう心強いんです。そう、もうなんかね、ね。あー、1時間経っちゃった。うわあ、いないよ、いない、いない。やるか、やるので配信読みます。配信読みますじゃない、ランキング読みます。そういえばファミも行くから、今年のゴールデンウィークのんちゃん祭りやだって。
そっか、あれか、公演も来るのか、見てたね、さっき。やば、私パーティーじゃん、なんか言い方変えたやつみたいな、ちょっとあのうざいのんちゃん祭りですね。なのでじゃあもう今後はのんちゃん一筋で頑張っていきましょうはい、ランキング読みます何位だっけ、13位、13位、笑顔セカンドさん、笑顔セカンドさんありがとうございます。12位がハンバーグ同盟12号さん、ハンバーグ同盟12号さんありがとうございます。11位がよしふみさん、よしふみさんありがとうございます。10位がヤーノさん、ヤーノさんありがとうございます。9位がジマニさん、ジマニさんありがとうございます。8位がもぎえさん、もぎえさんありがとうございます。7位が青さん、青さんありがとうございます。6位がジローリンさん、ジローリンさんありがとうございます。5位がクジーラさん、クジーラさんありがとうございます。4位がネルピーさん、ネルピーさんありがとうございます。なんで名前が変わったんですか。3位が生姜焼きさん、生姜焼きさんありがとうございます。2位がスティールライフ JP さん、スティールライフ JP さんありがとうございます。1位がマシンガンさん、マシンガンさんありがとうわー、ありがとうございます、ありがとうございます、どうも。はい、ということでファンミピーレツ、ピーレツとはどこだまだ会場の並びが分かんないんだよね。私どこで見れるんだ。ハンバーグやっております。ハンバーグって言ったらコメント欄で大好きって言ってください。いきます、ハンバーグ大好き。はい、ありがとうございました頑張ります、頑張る、バイバーイありがとうございました。よし、マジで頑張ろう、頑張ります、バイバーイ。